丸の内で打ち切り無事に、ね、行われまして、ぐっとね体感温度も下がってきたのではないでしょうか。だいたい地面に5ミリの水の膜が張りますと10度気温が下がるとねいうふうに言われております。丸の内で打ち切りも無事に行われまして、さあこの後行幸通りではいよいよ本格的にスタートしてまいります。東京丸の内盆踊り2018でございます。もう皆様東京駅側の櫓も目に入っているところでございましょう。この後まもなくでございます。中学2年生の皆様によります盆踊りスタートでございます。もちろんね、お集まりの皆様、ご通行中の皆様、そしてこの盆踊りに参加の皆様、多数参加お待ちしております。随時この盆踊りで櫓周りでやっておりますので、そして今日は